さんこんにちは、サンディです。今日は、いつもとちょっと違うものをレビューしていきたいなと思って、前から気になっていた商品で、そろそろこの髪の毛もちょっと黄色みかかった感じになってきたので、今日はこちらの商品を使っていきたいと思います。では始めましょう。はい、そんな感じで今日は、髪の毛の今髪の毛がですね、グラデーションになってます一応で、こっちの部分はもう長いこと染めてないので、自分の髪の毛地毛の色になっています。真っ黒ではないんだけど、まあそんな感じで、とりあえずまあ前見てもらって分かると思うんだけど、前はだいぶ長かったのをバッサリ切って、ここだけちょっとブリーチして、アッシュじゃなくてグレーだったかな、なんかそういう感じの色をのせたんだけど、まあ私の髪の毛はすぐに色落ちしちゃう髪の毛なのかわかんないんですけど、すぐ落ちちゃう。でちょっとそろそろ黄色いかかってる感じをちょっと落ち着かせたいっていうのがあって、最近結構青シャンプーとか紫シャンプーとかいろいろなんとかシャンプーっていうのが多分流行ってて、で前から気になってる商品があって、それがこれです。シャンプーではないんだけど、トリートメントになります。で、これもいろんな色があるんだけど、その中でもこのパープルを選んでみました。でこれ使うの初めてで、こういったタイプの商品使うのは多分初めてかな、違う。前にもっとね若い時、中学校とかの時になんか袋に入ってるトリートメントみたいなの、なんか色がついてるやつも使ったことあるけど、あの頃は自分の髪の毛ってブリーチしてないから全然効果合わなかったんだけど、まあ今はこっち側が結構ね、こっから下が結構ブリーチした感じで、まあ多少はこの黄色ミックしてくれるかなっていう期待で使ってみたいと思います。で、今から私のやり方としては、これはシャンプーの後にちょっと水気を取って、その後にトリートメントの代わりに、塗って5分ほど待ってよく洗うらしいんですけど、私は結構がっつり色を入れたいんじゃなくて、この色を落ち着かせたいっていう感じなので、とりあえず塗って、そう染まりを良くしたい場合はシャンプーの前に乾いた髪にムラなくたっぷり塗りで、くしとかでなじませて10分後に洗い流し、シャンプーした後もう一度塗るらしいんだけど、多分この量だと1本で終わっちゃうので、シャンプーの後はやんないと思う。残ってればやるけど多分残らないので、とりあえず、今乾いたこの状態で塗っていきます。で、地毛の方は別に色をつけたくないので、塗るとしたらここから下らへん、まあ特にここらへんぐらいかな、ここらへんぐらいから塗っていきたいと思います。で私は別に美容師でもなんともないので、なんかそのやり方とかがすごい雑になってしまうかもしれないけど、まあ、とりあえずね、結構もう買って1ヶ月経って全然使ってないから使っていきたいと思います。はい、では始めていきたいと思います。で、汚れてもいい T シャツに着替えました、一応で、一応こういう手袋を用意しました。あとラップも用意しました。あとは髪の毛をちょっとブロッキングしていきたいと思うので、なんかこう止めるやつも、持ってきました。じゃあブロッキング的なことをしていきたいと思います。ではあらかじめラップ、切ってあるラップを下に置いてます。一人でやるので、では塗っていきます。はい、こんな感じです。結構紫、右で選べばよかったな。まあいいや。もうちょっと塗ります。はい、こんな感じで全部やりました。で、やっぱり大変ですね。そう、やっててすごい思ったのが大変だなっていうのはありました。で、今から10分ぐらい置いていきたいと思います。多分ね、1人でやってて、しかも初心者の方だとやっぱり時間がかかるので、置く時間差があるかもしれないけど、まあ、そこはもう今回は気にせずに。10分置いていきたいと思います。10分違う15分置いていきたいと思います。今3時20分なので、35分になったら流してきて、やっぱりね髪の毛全体に塗るわけじゃなかったので全然まだ残ってます。なので、シャンプーの後に、お風呂場で5分塗って5分置いてみたいと思います。もしかしたらそれでまた効果がね違ってくるかもしれないので、まあ一応ここに書いてある通りにやっていきたいと思います。ただ10分を15分ちょっと伸ばします。そんな感じで、時間を置いて塗ってシャンプーいきたいと思います。はい、皆さんちょっと時間経ってしまったんですけど、一応染め終わってちょっと時間が経ったので今完全に乾いてる状態です。はい、でこんな感じで変わりました。あれからちょっと出かけなきゃいけなくなっちゃって出かけたんですけど、今こんな感じです。で見てもらえば分かると思うんだけど、ちょっとなんかまあ私が見てる限りで今実際に見てちょっとねピンクっぽくなりました。持ってた色とはちょっと違う。で私は黄色みを消したかったから、まあ、アッシュっぽくしたかったんだけどアッシュを買わなかったのね。なんか紫やれば黄色みが消えるかなと思って、でも確かに消えた感じはします。ただやっぱりね私すごい大雑把にやったのでムラができてしまって、なんかここら辺は結構色ついたけどこっちなんかあんまりみたいな、まあ、ちょっとだけみたいなちょっとムラができちゃうので、もしやる方は細かくやるといいです。やっぱり美容師さんみたいにちょっとずつちょっとずつでやればまあ色は乗るには乗るんだけど、やっぱり自分がブリーチ具合、やっぱブリーチしてないと絶対こういう色とかもっと紫とかもっとその色レッドだったり青だったりいろいろあるんだけど、ブリーチしてる髪じゃないとならない、絶対ならない。地毛とかにやっても地毛でなんかここら辺とかね色が地毛なんだけどやったところで何か変わるって言ったら変わらない。もうほんと気持ちいいみたいな感じだけど全然変わらないから、これはこういうのはやっぱりブリーチしてる髪じゃないとちょっとならないっていうかあまり意味がないので、もしやる人は、まあ、学生の人とかは、まあ、長い休みの時にちょっとねブリーチしたりしてる人だったら別にいいんじゃないと思うけど、黒髪とかもう黒染めしちゃった時点でもう無理だからやっても意味ないです。これは正直な意見。私も前に黒染めしてからこういうものを使いたいなって思ってたんだけど、普通のね染め粉でも全然黒染めしちゃうともう乗りにくくなってしまうので、やっぱりこういうのはブリーチしてる髪にはすごくいいです。で私全然なんかすごいブリーチしてたわけでもないから1回だけのブリーチだけの髪だったので、もしこれでもっともっとブリーチしてたらもっともっと髪の毛の色が変わってたかもしれないです。でまあまた違う時にね、どれくらい持ったか報告やらなんやらしたいので、とりあえず今日からどれくらいこれが落ちるか、まあ多分すぐ落ちると思うんですけど、まあそんな感じです。で髪の毛は全然傷んだ感じしなくて、やっぱトリートメントなので、これもアイロンも何もしてなくてドライヤーで乾かしただけで、も一応オイルはつけました。でオイルは今使ってるのが、もう使い終わりたいのがこのロレアルのやつ、よくドンキとかで安売りされてるやつです。でそれだけかな、それだけでアイロンして、最近使ってるこのアイロンがお気に入りです。これすごいおすすめなのね。なんでかっていうと、この風の段階が2つなんだけど、でこっちが冷たいのをあったかいのでできるんですよ。なんで夏場とか特に冷たい風で強い風力のあるドライヤーがいいなと思って、ちょうど旦那さんがくれました。このドライヤーお気に入りで最近。まあそんな感じでまあ私的には別にいいなと思ってます、この商品。トリートメントのついでにちょっとカラーリングしたいなって思った時に使える感じで、なんかたまにはあって時にちょっと気分転換っていうかしたい時に使えるんじゃないと思いました。こんな感じです。でこれって思ったのが、もうちょっとブリーチしたいなと思いました。なんで今度もうちょっとここら辺明るくしていきたいなと思います。そんな感じでまあこんな感じです。レビュー終わります。またねー。はい、皆さんこんな感じで結局は色が落ちました。はい、落ちましたけど、まあ前よりは黄色みが落ち着いたかな。ちょっと落ち着いたんじゃないと思いました。で使って1日で結構落ちちゃって、2日目、まあ普通にシャンプーしてからほんのりピンクっていうかパープルがちょっとあって、で3日目にはもうだいぶ落ちて、今日で5日目になります。で5日目がこんな感じです。はい。ってことなのでこの商品に関してはちょっとイメチェンしたい時とか、まあ1日だけとかのものかな。ずっと持つわけじゃないです。はい、そんな感じで今日この動画見てくれてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録お願いします。そして、他の動画はここら辺に貼っておきますので、もしよかったらそちらの方も見てください。またねー。